こんにちは、花山さん。自己肯定感っていうのは恐ろしいもんでですね、そんなことないよ、自分はちゃんと謙虚に勉強してるよっていう気持ちとかね、開き直って、確かにそうかもな、自分には自己肯定感強いかもなと、変わらなくちゃいけないなっていうふうに言うことによって、周りを納得させて自分が一番変わらないっていうね、そういうケースもあるんですよね。これがね、本当に恐ろしくて、ここに私はブレインバスターを続けないといけないなと思うところがあるわけですけども、おせっかいなんでね、よそから言っても変わりたくないという、そういうふうな意思もありますんでね、コンフォートゾーンって昔言いましたけども、自分の心地よいところって、心地よく適度に厳しいところって居続けたくなっちゃうんですよ。で、山登りってね、登り続けて頂点に立つと、そこが麓だったってことに気づく、だからまた新しい山が現れてくるんですけども、自分が求めている頂点にいつまでも登らない人っていうのは、登り続けていることにいつの間にか慣れてしまうんですよね。で、そして自分は目標に向かって、目的に向かってしっかりと一歩一歩進んでるんだっていうふうに、これまた自己肯定感が強くなっちゃうんですよ。しかしですね、自己否定っていうのはどういうことかっていうと、今登ってる山っていうのはさらに高い山の麓なんだと、どこまで考えられるかなんですよね。部活の例で言うとですね、例えば野球部とか入ってですね、ものすごくね、盗塁が上手な、そういうふうなね、選手がいるんですよ。盗塁が上手で、まずね、一塁に出たら、もう二塁にパッと盗塁すると。そして隙を見てまた三塁に盗塁するんですよ。で、ホームに帰ってくるというね。もうそのね、自慢の足で、このチームにものすごく貢献して、で、そのチームがね、優勝しちゃったり、数々の勝利をもう導き出してしまう。で、チームの中で関係も良好。いや、野球って楽しいなと。こういう人たちといつまでも野球やっていたいなと思うわけなんですよ。で、甲子園出るわけなんですよね。甲子園では、いいとこまで行くんですけども、そこそこで、盗塁が上手、走りの上手だけでは、トップに立てないということで、チームの力ですからね。そういったことでね、自分の心地よいポジションを維持して、心地よいチーム、ね、ビジネスで言ったらコミュニティを抜けられないがためにですね、そこに留まって行き詰まってしまうという例があります。私はね、実は速稼塾を運営してきて、ものすごくね、そこに気をつけていたんですよ。だからテーマをボン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 変えながらやっていました。現在私はアフィリエイトを指導することは表立ってはありませんけども、しかしアフィリエイトをやりだしたら、やっぱりね、月収200万から300万っていうのは今でも行くんですよ。何を隠そう、2017年まではアフィリエイトの所得が最も高いピークでしたからね。18ヶ月連続でアフィリエイトのランキングトップ5に入り続けていたというね、そういうような実績があります。だからその実績、心地よい自分のトップポジションを捨てて、私は投資の世界に来たわけなんですよ。で、投資の世界でまた一からね、従順にやっていくと、5年ぐらいかけて私は投資のパフォーマンスが出せるようになりました。 FX をやっても勝つし、他の投資をやってもポートフォリオ次第できちんと利益が残せるということになりました。資金量も増えましたしね。結果、48歳になって、あれから8年経って、私は金利利回りだけで今暮らしていけるようになったんですよね。確かに大贅沢はできませんけども、昨日もですね、母親にお小遣いを100万円渡したんですよ。で、毎月、母にもね、父も小遣いをずっと渡してるんですよ。それは隠居暮らしをしてからできるようになったんですけども、そのぐらいやっても全体資金量には影響しないぐらいの、利回りが出せるようになってきたんですよね。ずっとはできないですよ。ずっとはできないですけどね。そういうことがたまにできるぐらいになりました。8年前は私は、毎月毎月100万以上の借金が膨らむような暮らしで、金利ですら毎月65万払ってましたからね。金利だけでですよ。そういった暮らしがあった中、今に渡るわけなんですけども、さっきの部活例に戻りますね。その、もちろん足が速くてね、チームに貢献して、で、甲子園出ました。もしくは甲子園出ないけども、結構いいところまで行きました。そういう選手はいっぱいいるでしょう。でもちょっとよく考えてみてください。そこでうまくいったがゆえに、自分のコンフォートゾーン抜けられなかったんだけども、じゃあ自分の走りだけで勝負をしていった。陸上部に転向した。陸上部では確かに新人からスタートだけども、その足の速さを生かして、個人のね、出場枠で、400メートル走、800メートル走で、インターカレッジ、インターハイ、こういうので、
トップランキングになったかもしれません。そうすると野球部でチームとしてそこそこのところに行くよりも個人で最高の成績が出せるってことがあり得るんですよ、ね、だからね、多くの人が企業に働いていてこの会社だから自分の能力が出せないと気づいてる、だから独立しようと思ってる。これはね、実はね、もしかしたら本当そうかもしれないです。個人でやり始めてそこそこうまくいくと、そのそこそこうまくいったことに依存して自分のまだ発揮してない、とてつもなくね、トップランクが目指せる能力を使わずに終わってしまうことがあるんですよ。ですので私はその能力を使えというふうに見抜いてね、お伝えするのも仕事の一つにしてますけども、ただね、コンフォートゾーンにいる人は、いや、久保さんはそう言ってくれるけども自分は今これでうまくいってるからこの能力を生かしていくよっていうふうに、これ強い自己肯定感に入るんですよね。せっかく私がこの人の元で教わったらいいよと、こういうふうなコースに進んだらいいよと、もうせっかいながら言うんですけども、その方はガンとして動かずに終わってしまうと、行き詰まってしまうってことですよね。そしてそのうちに旬を逃すんですよ。どんな旬かというと、自分の潜在的にもっともっと生かせる能力も使わないうちに潜在能力としての価値を失って、もうそれね、今やってもダメっていうレベルになるまでやらないんですよね、まあ、ですからね、自分がうまくいってることが無力化されるっていうことを想像するのが、もしくはそれを使わないことがね、自ら、まあ自己否定論のうちの一つになってるんですよね。得意分野で勝つのは当たり前だからこそ、不得意分野で勝ちまくれということをね、速稼塾の中の座右の銘の一つとしていますけども、不得意分野で勝つってどういうことでしょうか。それはね、勝負したことがない分野ってことですよね。まあ私もね、不得意分野おそらくあると思います。ただ今不得意分野が浮かばないんですよ。なぜならその不得意分野を日々やることを意識してないからなんですよ。いつも多くの方は自分の最も得意分野で勝負して勝とうとします。だから不得意分野に目を向けることがなく、その不得意なんだけども潜在能力が高いものに気づけないんです。でね、自分が苦手だと思っていること、もしくは後回ししてるから苦手だというふうに言い張ってること、まあ、今回ね、もしかしたら花屋龍馬さんは筋トレに意識を向けてるような向けてないような感じかもしれません。で、上手にね、それをね、言葉に出してそれが苦手なんだと、嫌いなんだという言葉を出してしまうかもしれない。そうするとね、本当にね、そうなるんですよ。よく言われるんですけども、人が言ったことって本当にそっちの方にベクトルが動いていくんですよね。景気っていう言葉があるでしょ。世の中のお金の流れが良くなるか悪くなるかっていうのは気持ちの問題で景色が変わるんですよ、ね、景色の景に気持ちなんですよ。だから私たちはどうして景気が良くなるかっていうと、なんか景気が良くなるというニュースを言ったり聞いたりするからなんですよね。暗号通貨特にそうなんですけども、これからこの通貨上がるんじゃないのっていう人が多ければ、じゃあ買っとこうかってなるんですよ。じゃあ買っとこうかっていう風な人が増えて、結果買われるから本当に値上がりするんですよね。だから、あ、本当に値上がりした、もっと上がるんじゃないのっていう風になるんですよ。そしたら買い損ねた人が、あ、ちょっと今度は買っとこうみたいな感じになって、景気という気持ちがチャート景色を変えていくんですよね。逆もこれ起きるんですよ。もうこれイーロン・マスクさんがあんなこと言ったからビットコイン落ちるんじゃないの、あ、売っとこう売っとこう、やばいやばい、暴落するぞ、ね、そして YouTube を見るといろんな人が暴落とかね、オワコーンとかやるからね、だから投げ売りする人が増えて値段が下がるんですよ。だからね、言葉に出すこととか文字にすることってダイレクトに人生に影響しますからね。で、私は30歳になっても絶対に年の差婚をするぞと、差もなければ独身でいるんだっていうふうな、ね、極端な選択肢を打ち出しましたんで、だからまずね、そんなこと言ったら同年代の女性は私に来なくなりますよね、失礼ながら。いや、だからね、色恋にならないんですよ。ならなかったです当時は、うん、でも、まあ、当時ね、30歳の半ば、35歳ぐらいから特になんですけども、その20歳前後、18歳から22、3歳までの女の子としかもうお付き合いしなかったんですよ。そうするとそういった
二十歳前後の女の子との縁しかできなくなるんですよ。縁しかね。そうなると、まあ恋愛が終わっても同じような縁のある人の中からまた選ぶってことになるんで、そうなりますよね。でしかも女性も年上好き、まあおじさん好き、おじせんって言ってたらしいですけども、そういう人の塊があるわけですよ。でおじせんはおじせんで情報交換してるんで、別れたらなんかくぼっち別れたらしいよみたいな情報が回ってですね、自然と出会いがあるみたいなねことがあったのかなと思いますけどね。いやちょっと余計なことに話がいきましたけども、今回の神童花江龍馬シリーズは言ったことがそうなると、だからこれ苦手なんだよねって言ったら苦手度が増すってことなんですよ。でも苦手なものの中に潜在的にトップを取れる、次の段階に行き詰まりを打破する方法があると私はいつも思うんで、あ、これもしかして苦手かもと思ったらね、その苦手分野で勝ちまくるというね、そんな道を辿っております。FX なんて苦手の極みでしたけどね。だから1年間負け続けても苦手なんだから当たり前だと、その苦手を得意にしてこそ勝負じゃないか、アンチを味方にしてこそビジネスじゃないか、そんな気持ちで進んでおりました。はい、本日のメッセージがどう届くかまた楽しみですね。それではいってらっしゃい。